皆さん、こんにちは。今回は伊藤純也さんについてご紹介します。ぜひ最後までご覧いただき、気に入っていただけましたらチャンネル登録、高評価、コメントをよろしくお願いいたします。今日本でトラブルになっている伊藤純也さんがフランスの公式戦にフル出場しました。クラブ会長は推定無罪の原則を原則とし、性加害疑惑で扱いの違いが日本とフランスで鮮明化しています。これに頭を抱えるのは JFA でしょう。サッカーのフランス一部リーグで2024年2月11日、性加害疑惑でアジア杯期間中に日本代表を離脱したスタッドランスミッドフィルダー伊藤純也さんが騒動後初めて公式戦に出場しています。アウェーのロリアン戦で先発フル出場も、チームは0対2で敗れています。ウエストフランス紙によると、試合後にスティル監督は伊藤純也さんについて、我々は彼を歓迎する。彼がプレーできる限り、我々にとって重要な選手だ。彼はしばらくプレーしていなかったのでリズムに欠けていたかもしれないが、問題はないとフォローしていました。先月31日に週刊新潮のニュースサイトが、昨年6月の代表戦出場後に伊藤純也さんから大阪のホテルで性被害を受けたとする女性2人が刑事告訴したと報道しました。2日後に日本サッカー協会 JFA は、アジア杯準々決勝を翌日に控えた代表から伊藤が離脱したことを発表しました。伊藤純也さんは帰国せず、そのままフランスに戻り、所属クラブのジャンピエール・カイヨ会長と面談します。地元企業の経営者としてクラブの財政も支える最高権力者は、推定無罪の原則にこだわりたいと意思決定し、彼は何も悪いことをしていないと言った。私にそれを信じない理由はないと表明しました。女性へのあらゆる暴力に対して断固反対の立場を取りつつも、司法判断が出るまで伊藤純也さんのプレーを制限しない方針です。日本代表でも選手からは同様に、刑事告訴の段階では推定無罪の対応を望む声があったのですが、 JFA の利害関係者はスポンサーや放送局など多岐にわたり、スタッドランスのようにはいかなかったようです。伊藤純也さんを離脱させた判断について、田島幸三会長は、パートナーの皆さんへ配慮したのも事実ですと率直に説明しました。それでも伊藤純也さんがクラブで試合に出続ければ扱いの違いが鮮明化し、代表復帰論が高まるのは必至でしょう。今後の対応は JFA にとって頭痛の種となりそうです。伊藤純也さん側の狙いは重圧かけ示談解決とミヤネ屋弁護士が予想しています。今週中にも民事提訴も、裁判では6月決着間に合わないと述べています。サッカー日本代表の伊藤純也さんが、週刊新潮が報じた性加害疑惑について、同月12日日本テレビ系情報ライブミヤネ屋に出演した竹原安三郎弁護士が伊藤純也さん側の本音は示談解決ではないかと推測しました。女性側が刑事告訴したことに対して、伊藤純也さん側は事実無根であるとして虚偽告訴罪の告訴状を大阪府警に提出し、受理されています。伊藤純也さんの代理人加藤博太郎弁護士は同番組の取材に、女性2人からの虚偽告訴により名誉を傷つけられたとして、今週中にも損害賠償を求め民事提訴を予定しており、請求額は約2億円を超える見込みと明かしました。その上で、6月までの W 杯アジア二次予選中に代表復帰できるよう早期決着を目指したいとしました。前出の竹原氏はこれらを受けて、民事訴訟の狙いについては、相手の手の内を知るという側面もあるが、本音は示談解決ではないかとコメントしています。プレッシャーをかけていって、実際に示談に持っていくという目的がないと、とてもじゃないと6月に間に合わない。裁判での解決は考えてないことはないけど、本当の目的は示談解決ではないかと思うと推測しました。今週にも伊藤純也さん側が訴状を裁判所に提出し、約1ヶ月半後に第1回の口頭弁論が行われるなど、裁判には時間を要するとしています。竹原氏は、スムーズにいっても半年、普通に考えれば1年くらいかかるとして、判決による決着を望むなら6月での終幕は不可能との判断です。本当は女性側が刑事告訴を取り下げ、示談による和解に導くことを目的としていると予想しました。2月1日発売の週刊新潮で、
女性らへの性加害疑惑で刑事告訴されたことが報じられたサッカー日本代表伊東純也さん。この報道がきっかけとなり AFC アジアカップカタール2023から離脱しましたが、前述の通り所属するフランス一部スタッドランスのミッドフィルダーとして現地時間11日リーグ戦にフル出場したと伝えられました。多くのサッカーファンはその知らせに安堵し、純粋に喜びを見せているものの、一部のボートが新潮社や被害を訴える女性らを攻撃する状況が続いているとのことです。新潮社側も然るべき措置を講じたといい、今後は逮捕者が続出する可能性があると見られているようです。新潮が報じたところによると、伊東純也さんは昨年6月2人の女性と共に飲酒し、同意を得ない性行為に及んだといいます。女性らは大阪府警に刑事告訴を行い受理された一方、伊東純也さん側は虚偽告訴容疑の告訴状を提出します。こちらも受理されたことが発表されています。本誌発売前日、新潮社のニュースサイトで伊東の性加害疑惑が速報された時点から、 X 上では伊東純也さん側に近い複数のユーザーが新潮サイドへの批判を展開していました。担当記者の実名や被害を受けたとされる女性たちのヒントなどを投稿したのです。また伊東純也さんの代理人弁護士も様々なメディアに登場し、女性たちが嘘をついている証拠の存在をちらつかせました。伊東純也さん側が性加害疑惑の火消しを行っていると見られますが、これにより伊東純也さんのアジア杯離脱を不服とするサッカーファンは、新潮社や女性らへの憎悪をさらに募らせるようになっていきました。特に一部ボートの新潮社に対するヘイトは相当なもので、2月7日には同社公式サイト上で兵士記者に対して SNS などで誹謗中傷、脅迫、ひいては殺害予告に至るまで悪質なネット上の投稿が相次いでいます。犯罪性が明白な投稿に対しては断固たる法的措置を取る所存ですという声明文が公開されました。実際にはネット投稿では収まらず、同社や新潮以外の編集部にまで直接誹謗中傷や脅迫文が送られているという話です。先日は爆破予告に近い脅迫行為もあったそうで、会社周辺では連日パトカーも目撃されていました。今後の展開次第では伊藤よりも先に逮捕者が出てしまうかもしれません、とある記者は語ります。さらに新潮社の声明文では、刑事告訴した女性たちや無関係の女性にまで悪質な誹謗中傷も相次いでいますが、こちらも看過しがたいものであると考えておりますと言及されています。報道当初、一部の X ユーザーが女性に関するヒントを出したことにより、ネット上の特定行為に歯止めがかからない状況となっているようです。当事者の女性たちはもちろんのこと、全く無関係の女性も誹謗中傷に見舞われるという状況が生まれています。伊東純也さん側からすれば火消しのための情報戦だったのかもしれませんが、深刻な二次被害を生んでしまいました。伊東純也さんの性加害に関してはあくまで疑惑の段階ですが、裁判当事者とは無関係であるボート化した第三者の逮捕者が続出することとなってしまいそうです。この伊東純也騒動をフランス関係者が切ります。一言、日本はなぜ騒ぐったそうです。詳しく見ていきたいと思います。 AFC アジアカップ日本代表チームからの途中離脱を余儀なくされたものの、伊東純也さんは所属先であるスタッドランスのサポートもあり、前述の通り2月11日開催のリーグアン第21節ロリアン戦でフル出場しました。この同選手のプレーに対する安堵の声が上がる中、タレントの勝俣邦和さんがランス関係者からの疑問の声を紹介しています。いかがだったでしょうか。今回は伊東純也さんの続報を見てきました。問題が真偽不明の中、周囲では同選手を擁護する意見をはじめ様々な声が湧き起こっています。サッカーファンのみならず、日本国民の間でも関心の高い報道内容であるだけに、11日放送のアッコにお任せでも議題に上がりました。勝俣さんはそこのチームの人にインタビューしたら、今は無罪か有罪かわからない時だから、私たちは何もコメントしない、一緒にプレーするだけ、日本はなぜこんなに騒ぐんだと
海外からの意見で、日本は真実かどうかわからないスキャンダルで選手が出られなくなるんだったら、そういうことを仕掛けられるぞと。それは怖いことだよね。スポーツ選手としては致命的なことだよね、という意見もありましたよ、とコメントしています。有罪無罪が確定していない時点で、マスコミの報道により選手のキャリアが狂う危険性を訴えていました。これに対してネット上では、勝俣さんよく言ってくれた、問題の本質はそこなんだよ、などと勝俣さんの意見を支持する声が多数見られます。また伊東純也さんの離脱後に日本代表が準々決勝イラン戦で敗れたこともあり、対戦相手国がこのような騒ぎを起こして戦力をそぎ落とすことも可能なのでは、といった見方もあります。この対戦相手国の陰謀論をめぐっては、元日本代表ディフェンダー西大吾さんと箕輪厚介氏による対談でも話題になりました。今月4日夜に西大吾さんの YouTube チャンネルで公開された動画において、同選手は、これなんかうまくやれば戦力を削ぐことできません、例えば今回のアジアカップの相手からしたら、相手が何かというのがあれば、実際に伊東選手が抜けたのはかなりでかいじゃないですか、と語ると、箕輪氏もその発想もまたやろうと思えばっていうのはありますよ、だからこそ本当は起訴されるまではわからないから、変に代表離脱させたり世の中が糾弾したりするのはまあ早いよなという印象はありますよ、とうなずいていました。皆さんの意見をぜひコメントで教えてください。ご視聴ありがとうございました。この動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録高評価をお願いします。